さて、日本には30種類のセミがいて、主に私たちが鳴き声を聞いているのは7種類のセミだそうです。今の時期、この近くで鳴いているのは、クマセミという種類のセミだそうです。鳴き声をカタカナで表現すると、シャ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 やセン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 だそうですが、 漫画や小説などでは、セミの鳴き声は、ミーンミーンという擬音語で表現しています。実際に、ミンミンゼミという種類のセミがいて、そのセミはミーンミーンと鳴いているように聞こえます。